みんなの気になる情報ナビゲート。今回のテーマはこちら。原作者がアニメの出来に激怒してしまった作品パート3。話題のゲームや漫画がさらなる知名度を得るきっかけになる道、アニメ化。基本的に原作の人気なくしてアニメ化されることはないため、アニメ化されることは作者ファンともどもこの上なく嬉しいビッグニュースとなりますが、中には出来上がったアニメ版に対して納得できず怒りをあらわにした作者も。そこで今回はそんな原作者がアニメの出来に激怒してしまった作品をご紹介させていただきます。今回まずはじめにご紹介する原作者がアニメ化に激怒した作品はアヒルの空。アヒルの空は身長が149センチしかない主人公車谷空が、亡き母親との約束を果たすため不良のたまり場と化したバスケ部に入部し、そんな中でも真面目にバスケに取り組む空に感化され、情熱を取り戻していく部員たちと共に数々の練習と負け試合を積み重ねながらインターハイを目指していく物語で、日向武先生の漫画を原作にアニメ化され、2019年10月から翌年9月までテレビ東京系列で放送されたアヒルの空は、勝ち続けるスラムダンクに対して負け続けるアヒルの空と言われるほど現実味ある弱小高校の部活の様子をリアルに表現した内容が受けている人気作で、それ以前にも2度アニメ化の打診があったものの、そのどちらの脚本も空が MBA の舞台へ行くというものだったため、テーマを分かってもらえてないとオファーを断っていたそうです。そして3度目のオファーでついにアニメ化が実現し、しばらくは問題なく放送されていたのですが、第37話直前、Twitter で公式アカウントがした第37話の予告ツイートに対して、日向武先生が激怒。その内容は、放送まであと1時間、お見逃しなくといった、よくある告知だったものの、そこに添えられた画像が、黒子のバスケで用いられる、ゾーンと呼ばれる演出を模した一コマであり、自身と作品に対しての侮辱として、最低だ、と引用リツイートしたことが話題となりました。またそれを受けて、公式アカウントが該当ツイートを削除したことでさらなる炎上へと発展。最終的に日向武先生は、その作品のファンたちを不快にさせてしまったなら申し訳ない。純粋なアヒルの空の読者にもね、と作品名は出さずに両方のファンに対して謝り、続けて、失望に値する、最低な演出だと思いますと、その胸中を吐露しました。続いてご紹介する原作者がアニメ化に激怒した作品は、ビブマリオ。ビブマリオは、まだ神々が世界を導いていた時代を舞台に、母親の顔を知らずに育った、優しさと正義感を持つルーン国の王子クルトが、自分が生まれて間もなく、母であるガラティアが、妖魔メデューサによって石にされてしまったという真実を知り、仇であるメデューサを倒して母を救い、ルーン国の王になるため、旅に出ていく物語で、スケバンデカをはじめとする、数々の代表作を持つ漫画家、和田真嗣先生が手掛けるファンタジー漫画を原作にアニメ化され、1990年11月から翌年9月まで、テレビ東京系列で放送されたビブマリオは、アニメ化が決定した当初は和田真嗣先生も、その吉報に喜んでいたのですが、いざ放送が始まると、原作イラストとは似ても似つかないキャラクターデザイン。そしてデザインのみならず、全体を通して作画も崩壊しており、アニメ雑誌でも取り上げられるほどの出来の悪さに、当然和田真嗣先生も激怒。そのあまりのひどさから、わずかワンクールで監督は交代し、デザインも原作に近いものへと修正されて、2クール目から仕切り直しとなりました。しかしその後は作画は良くなったものの、度重なる放送中止に見舞われることになり、それに伴って、予定よりも放送話数を削られた上に、最終的には放送の打ち切りが決定。そうして迎えた最終回は、原作とは違った救いのない展開が繰り広げられることとなり、明言はされていないものの、このことも和田真嗣先生の逆鱗に触れたのではないかと言われています。その証拠に本作は映像ソフト化もされず、現在に至るまで黒歴史として扱われ、またこれ以降和田真嗣先生は、自身の作品のアニメ化を一切許可することはなくなりました。
続いてご紹介する原作者がアニメ化に激怒した作品はドラゴンボールスーパー。ドラゴンボールスーパーは魔人ブーとの壮絶な戦いから4年後、さらなる強さを求め孫悟空とベジータが修行に明け暮れる中、伝説の戦士スーパーサイヤ人ゴッドを求めて現れた破壊神ビルスとの出会いから、地球のみならず宇宙を股にかけた新たな戦いに身を投じていく物語で、鳥山明先生の大人気漫画ドラゴンボールを原作にアニメ化され、2015年から2018年までフジテレビ系列で放送されたドラゴンボールスーパーは原作者による正当な続編ということもあって多くのファンから高い支持を獲得しているのですが、そんな本作のアニメ放送が始まって間もない第5話目において、お互いに強さが気になるビルスと悟空がバトルシーンを繰り広げていくのですが、そのバトルシーンの作画崩壊がすごいとネット上で大きな話題を呼びました。なんでもコストカットのためにドラゴンボールをあまり知らないフィリピンやインドの会社に制作の外注をしていたことが原因でこのようなことになってしまったそうで、そしてそんな作画崩壊したアニメ放送に対して鳥山明先生は、自分の中で過去のものになったドラゴンボールもその後の実写版の映画に腹を立てたり、アニメ映画の脚本を書き直したり、テレビアニメの出来に文句を言ったりなどと様々なことに苦言を呈しながらも、いつの間にか放っておけないほど好きな作品になっているのかもしれない。そんなドラゴンボールを好きでいてくれるファンの皆さん、本当にありがとうございますと、最終的には原作者としての愛情を感じさせる感謝のコメントで文章を締めくくりました。今回最後にご紹介する原作者がアニメ化に激怒した作品はムーミン。ムーミンは様々な種族たちが共存する世間から離れた小さな谷ムーミン谷を舞台に、ムーミン一家の一人息子ムーミントロールを中心としてその周囲で起こる不思議な出来事が描かれていく物語で、フィンランドの女性作家トーベ・レンソン先生の小説や絵本および弟のラルス・レンソン先生と共作した漫画を原作に、これまでに日本で何度かアニメ化されているムーミンは普遍的な人気を持つ作品として世界中で親しまれているのですが、1969年と1972年にフジテレビで放送された2作がトーベ・レンソン先生の逆鱗に触れてしまいます。当時フィンランドの新聞で掲載されていた漫画の翻訳版を出版するにあたって、アニメ制作の許諾も得た日本がその漫画版を参考にして制作を進めており、そして放送が始まると次第に人気を獲得していったため、さぞ気に入ってもらえるだろうと期待してトーベ・レンソン先生に見てもらったのですが、それを見て送られてきたトーベ・レンソン先生の手紙には、これは私のムーミンではありませんとバチサリ。またそれに加えてムーミン的な考え方が全て違って表現されていると憤慨した上で、ムーミンの世界に車や戦争、お金はない、ムーミンのデザインはもっとシャープ、ムーミンの家の内装がガランとしてる、事務所みたいだから変えてほしいなど、その他にも様々なことに対して事細かに要望と不満がこれでもかというほど書かれていたそうです。そしてそうした要望に応えようと努力はしたものの、結局最後まで好意的な評価はしてもらえず、その後1990年にヤンソン兄弟が直接制作に関わり、テレビ東京系列で放送された3作目楽しいムーミン一家のみをムーミンのアニメとして認めたため、日本側はその気持ちに配慮して以降再放送や映像ソフト化を行わないことを決定し、こうしてフジテレビ版の2作は黒歴史として扱われなかったことにされてしまいました。今回は原作者がアニメの出来に激怒してしまった作品パート3ということでご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。当チャンネルでは他にも様々な動画を投稿していますので、ぜひご覧ください。ということでここまでのナビゲーター、さくらまいでした。